はいどうもバッシデです。ってことでね、今日は久しぶりにカメラに映ってますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。というわけでね、今日はですね、先日僕曲を作りまして、手に入れるべき瞬間という曲を作りました。で、今回はですね、ボーカロイド5を導入しまして作りました。はい。で、このボーカロイド5はですね、まだ購入したわけではなくて、お試し期間、無料で試して使える期間が30日ありますので、そのね、30日間のお試し期間で作りました。非常にね、面白いなというふうに感じてます。はい。以前からね、ボーカロイド気になっていて、ずっと使いたい使いたいと思っていたんですが、ようやくね、使うことができました。はい。この流れでいくと、おそらくまあこの後ね、まあ、4月になるか5月になるかってとこなんですけども、ちょっと購入したいなというふうに考えてます。はい。今回はケンというね、ボイスバンクを使って、曲を作りましたので、そのね、作った感じがどんな感じかっていうのをね、エイブルトンライブをね開きながら、ちょっとね見ていこうかなというふうに思っています。それでは行ってみましょう。チェケラー。はい、エイブルトンライブの方に行きました。ですね、まずは、ボーカロイド5エディータが開かれてるんですけども、今から、そのね、ケンが歌ってる部分をちょっと流してみようと思います。今僕は生まれたんだ、この星の未来を託され、この世界は壊れやすいんだ、もう何も傷つけないで。このね、正面にある、ここにボーカロイド5エディータってちょっと薄く書いてあるんですけれども、これがボーカロイドです。はい。で、ここに今僕は生まれた、ちょっとんっていうのはね、これ僕がアクセントで入れてるだけなんですけども、ここにね、こういった歌詞を入れることができて、まあ、例えばですね、ちょっとこれ元のデータ消しちゃいますけど、例えば、ここに、今適当にああって入れたんですけど、これをね、こう動かすと音程がまず変わります。ああ生まれたんだ、こういった感じでね、今ちょっとここのあが違うなと思ったら、こうやってドラッグ&ドロップで持ってってあげればね、音程が変わりました。で、歌詞の方はこのひらがなのところをちょっとダブルクリックしてあげると、こうやって文字入力できるようになるので、ここでまあ例えば、まあ、僕らはって入れたんですけど、僕らは僕らは生まれたんだ、僕らは生まれたんだ。はい。まあ簡単に説明するとこんな感じなんですね。はい。なので DTM の初心者の方でも簡単に使えると思いますし、まあね、DTM 長い方でも、初めてボーカロイドを使うよって言った方でもね、迷うことなく、操作性は直感的に使うことができるので、非常にね、やっていて面白いなというふうに僕は感じました。で、さらにね、エフェクトをつけたりですとか、いろいろ細かくね、設定も、できるので、ちょっとまだ僕もその辺はまだ覚えてないんですけども、ね、そういったところもね、これは今お試し版で使ってるんで、購入してね、導入するようになったらば、ちょっとその辺もね、追求して、僕の動画でね、まあ、お伝えできたらいいなというふうにも思ってます。まだまだね、ボーカロイド、まあ、一世風靡してちょっと時間はね、経って安定している時期かと思うんですが、なかなかね、DTM で、人間とコラボしてね、歌を入れるっていうのもね、手間だったりする時もあるんでね、こういった時代なので、ボーカロイド一つ持っておけば、こういうね、まあ歌をね、入れることができると。で、まあ、デモソングでもね、相手のね、歌い手の方に、トラックメーカーの方がこんな感じで歌ってほしいっていうね、イメージとして渡すこともできたりするんでね、非常にね、あってもいい、
ものだなというふうに思いました。はい、僕もね、来月か再来月、ちょっと購入に向けてね、動いていきたいなというふうに思ってます。はい、以上、これがボーカロイドでした。でね、なんでここで終わっちゃうかっていうとね、実はね、これね、データね、バックアップデータなんですね。全部本当は、これ入ってるデータ、誤って消してしまいましてね。はい。ここで切れてるでしょ。これ本当もっとね、この3倍ぐらいあるんだけど、ちょっと操作を誤って消しちゃいまして、ちょっと、まあ、ここまでしかないということでね。まあ、その辺もね、ボーカロイドの使い方、よく分かってなかったんですけども、ね、その辺も学びながらやってますってことで、ボーカロイドのね、エディーターの方の紹介は、これで、終わりです。では次行ってみましょう。イントロをね、こんな感じにしてます。はい、こんな感じでね、ちょっとね、最初作り始めね、怪しい雰囲気の曲作ろうと思って、まあ怪しいって言ってもね、僕が普段作んないようなレゲエとかヒップホップとかね、ローファイヒップホップではなくて、なんかちょっとこうファンタジー調の曲作りたいなと思って作ったんですね。で、こういったイントロにしました。ちょっと音選びもいつもとは違うような音を選んで、で、まあ雰囲気としてなんかこう子供たちの声というか公園で、はしゃいでいる子供たちの声みたいなね、音も入れて、ちょっと世界観をね出して、ます。はい。ね、で、ちょっとベースを入れて、まあ、だんだん盛り上がっていって、で、盛り上がっていったところで曲がパッと変わるっていうね、構成にしてます。ちょっとね、イントロがね、長いんで、ちょっとね、本編に行くまでね、時間がかかるんですけども、それはそういう演出をしています。はい。まあ、今ね、説明動画なので、ちゃんと後でね、通して聞いていただければ、ね、雰囲気が伝わるかなと思います。で、変わり目のところでね、こういったね、ドラムロール。まあ、明らかにレゲエっぽいね、ドラムロールを入れて、ここからね、ラスタミュージック、ラガミュージック、レゲエミュージックが始まるよっていうようなね、思いを込め、ここにドラムロールを入れてます。はい。今僕は生まれたんだ、この星の未来を託され。で、こういう感じでね、歌が始まっていくよっていうね、構成ですね。はい。で、ね、あとはストリングスとかね、普段僕使わないんだけれども、ストリングスとかも入れてます。こういった感じでね、ストリングスを入れて、ちょっと雰囲気をね、出して、まあちょっとポップ調になるのかな、こういった J-POP なんかではよくね、ストリングスを多用しているかなってイメージがあるんですけども、僕はあんまり使ったことがなかったので、で、ここ最近ね、やっぱね、まあいろんな音楽を聴くようになりましてですね、J-POP も聴きますし、そういったところから、まあ取り入れていってます。はい。やっぱね、いろんな音楽をこう、聞くべきですよね。まあ、今まではヒップホップだけとかレゲエだけとかしか聞かなかったんだけれども、まあ、最近はね J-POP も聞いたりねして、いろんな音楽のいいところを ね、そんな完全に再現することはできないですけど、まあ、つまんでね入れてるっていうね、
状況で、こういったね、ストリングスをちょっと入れてみました。はい。で、キーもね、これはね、キーはね、これ何の音使ってんだっけな。これは、これか。これはネイティブの、ね、スクラビーのマーキーってやつを使ってるんですけども、はい、こういった感じでね。で、これを、サビの部分聞いてみましょうか。ちょっと待って、ストリングスが。こういった感じですね。今ちょっと一瞬ちょっとノイズが入っちゃったんですが、でね、全体的にちょっと Facebook の方でこの曲を出した時にですね、あるリスナーさんからちょっとBGM が小さいですねというご指摘をいただきました。はい。で、そういった気持ちで聞いてみたらね、全体的にミックスした時に BGM が小さかったかなっていうふうに思ってますんで、その辺もね、ちょっとまあ次の曲では修正してね、やっていければと思います。どうしてもね、ちょっとボーカロイドを初めて導入したっていうのもあるので、そこにね、緊張してしまってね、ちょっと我を失っていたかもしれないですね。はい。ちょっと BGM がちっちゃいような気もする。はい、確かにっていうふうに思いましたけども、はい、貴重なご意見ありがとうございました。で、ワンドロップっていうね、ことをやってます。ワンドロップ、これはね、ワンドロップっていうのはね、これレゲエミュージック独特な演奏法だと思うんだけれども、1拍目にアクセントがなくて、3拍目にこうダンってね、スネアとかキックとか、まあ、ベースとかギターとか一斉にダンってね、こう3拍目にこう、なんていうの、力を込めた、思いを込めたビートを乗せるっていうのが、ワンドロップっていうやり方なんですね。もしかしたらジャズとかでもあんのかな、うん、レゲエミュージックでよく聞くね、演奏法なんですけど、CD とかに入っている曲ではそんなにはないんだけど、レゲエの生でね、ライブを見たとするじゃないですか。例えばレゲエの DJ ね、ダミアン・ジュニア・ゴング・マーレーだとか、まあ、シーズラーとかビーニーマンとかね、ボーン・ティキラー、ちょっと90年代のね、最新のアーティストの名前じゃないかもしれないんだけれども、そういった、ね、ジャマイカのアーティストとか、まあ、日本のね、アーティストもそうなんだけども、ワンドロップっていうのは使いますね。っていう感じでね、自分のメッセージを聞かせたいようなところっていうのは、こうワンドロップって言ってね、やってますので、まあ、その辺もね、注目して、まあ、レゲエを知らない人とかね、いると思うんで、そういった方はね、その辺を注目して、聞いていただくと非常に面白いんじゃないかなというふうに思います。バンドやってる方なんかもね、ワンドロップっていうのをね、自分のバンドに取り入れても面白いんじゃないかなというふうにも思います。で、ミックスはこんな感じ。まあ、ギターのサウンドはこういう感じでやってます。はい、これはね、もともと多分ライブに入ってたやつかな、ダブで調べて、もう
ドラムラックに入ったやつだったと思うんですけども、それを使ってます。はい、というわけでこんな感じで曲は構成されてますっていうねことで、ね、やってきましたけども、ボーカロイドね、これはさっきも言ってたこれエディーターなんだけれども、ここにね本当はね歌詞があったはずなんだけども、なんか消してしまったみたいですね。消した記憶がないんだけど、開いたらいなくて、あれ?と思って、多分どっかで消してしまって、それで保存しちゃったんだろうね、無意識のところで。はい、っていうねこともあるんで気をつけなければいけないですね。で、どうやって、録音したのかというと、このねエディーターからこのねボーカルのこのトラック、ここね、このトラックに、エディーターから出力させて、ここでキャッチして、で、録音してオーディオ波形をね作り出したという流れですね。はい、今僕は生まれたんだ、この星の未来を託され。で、ここには、このボーカルにはこのね、前回購入しました JJ ジャック・ジョセフ・プラグっていうのかな、パグ、ジャック・ジョセフ・パグかな、これ、これをね使ってます。はい、多少入れるとねちょっと、声の圧とかもね変わって、響きとかも変わっていい感じになるんで、これを使ってます。で、オートチューンも入れてて、オートチューンは、これ G マイナーで、ちょっと入れてね、ちょっと声をね、まあボーカロイドなのですでにねコンピューターっぽい声ではあるんだけれども、さらにねちょっとまあ調整してるっていう感じですね。はい、こういった感じで作ってます。はい、というわけでね、今日はですね、僕がね先日作った手に入れるべき瞬間というね、曲の、中身をねちょっとだけお見せしました。こういった感じで作ってますよっていうねことです。はい、それではねまたお会いしましょう。この曲ね配信してますんで、ぜひぜひ聴いてください。僕がね、音楽人生の中でもねなかなか、出来が良かったんじゃないかって自画自賛できる、曲なので、よかったら聴いてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。続く英語不満に乗りしつくミサイル爆弾にらめ、争いは何も生まね、全ての武器を楽器に変え。